こんにちは、おもとの方面です。今日はちょっと倉庫を整理していたら、こんなような写真が出てきたのでご紹介します。これは400年前の、北野天満宮のおもとの彫刻の写真ですね。このような感じでおもとの彫刻が彫られています。で、次に、これが京都の北野天満宮の裏の方に、地主神社という神社があるんですけど、そちらにもこんなような鮮やかなおもとの彫刻があります。で、こちら最後なんですが、こちら京都ではなくて私たちおもとの方面の地元愛知岡崎の六所神社という、家康、三代将軍家光が大切にした神社ですが、そこの幣殿の中、ご祈祷してもらう場所に、こういったおもとの彫刻があります。400年前、家康の時代、とか、秀吉の時代ですね。あの時代に本当におもとは大切にされてたっていうのの、証拠になるような、彫刻ですね。おもとの方面でした。ありがとうございました。